来たよ、ついに来ちゃったよ、来たー、来たー、来たね、ついに来たね。デッドバイデイライトのキャラクターにニコラスケイジ来たね。いや、どうでもいいよ、それじゃないよ、それもすごいけれども、それは一旦置いとけよ。プレイステーションショーケースの日程が来ましたよ。これ何が来ますか、何が発表されますか、何が発表されますか。ファイナルファンタジー7リバースです、確定です、ありがとうございました。いや、なんで皆さん思うじゃね、ファイナルファンタジー16の発売目前にそんなもん発表するわけないじゃないって思うじゃないですか。違うんですよ、だってこれね、ファイナルファンタジー16もやってきますよ今回。その中で体験版いついつ出しますっていう、そういう発表があります。バーンって、あ、そっか、ファイナルファンタジーの情報はこれで終わりかと思ったら、画面がパリーンって割れて、もうデレッ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 デデデデデデピシ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 。なんでそんなうるせえのって思いますよね。違うんですよ、聞いてほしいんだけど、私温泉行ってまして、もう何ツヤツヤ、もう元気なんですよ。その元気の中でゲームのすげえいろんな情報ブワーって一気に来ちゃって、いや来るんじゃないかなと思ってたんだよね。この週にゲームの新しい情報一気に来るんじゃないかなと思ってたら、本当に一気に来てて、今動画にしたい内容が4つか5つぐらいあるんだよね。この3日間ぐらいで動画の数がすごい多かったらごめんなさい。でもギリで見てください。というわけで、改めましてどうも皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。まあ、冗談はさておきなんですけれども、プレイステーションショーケースの日程が発表されました。で、これすごいびっくりだなと思うのが、リーク当たってんだよね。リークが。本題の方から一応お話ししていきますが、5月25日午前5時より、プレイステーションショーケースの放送が決定いたしました。世界中のトップスタジオが開発中の PlayStation 5及び PlayStation VR 2向けタイトルに焦点を当てる今回の番組は約1時間の放送を予定しています。PlayStation スタジオの新作をはじめ、ソフトウェアメーカー各社やインディーズのクリエイターが手掛ける魅力的なゲームにもご注目ください。とのことです。もうこれだけで俺、今の文章だけで俺もう多分3時間ぐらい喋れるんだけれども、まず注目すべきは、さっきも言ってたようにリークが当たってるんですよね。事前に出ていたリークとしては、5月25日に行われるだろう、あるいは5月25日の週に行われるだろうということなので、25日っていうキーワードがもうすでにぴったし当たってんですよね。まあ今までの傾向からいくと、曜日で言うとそこだから、まあだから25日って算出されてたのかもわかりませんけれども、当たってんですよ。ってことは、リークが当たってたっていうことは、他のリークも信憑性が出てきちゃうっていうことになるかもしれないんですよ。なので今日の動画では、まあそういったちょっとリークや情報などのおさらいなどからどんなものが出てくるのかっていうのをちょっとお話ししていくみたいなね、そんな話にしていきたいと思います。でね、これね、約1時間の放送だよ。ボリュームたっぷりなんですよ。じゃあこれ何が出てくるんですかっていうところは気になりますよね。でね、今読んだ文章の中ですごく注目すべき点もう一つあって、それは、デバイスの発表を否定していないっていうことなんですよ。プレイステーションの発表会、主にステートオブプレイとかだと、事前にですね、発表されないものを上げることがあるんですよ。例えば、VR に関する話はありませんとか、ハードウェアに関する話はありませんとか、世の中がみんなそこ期待してんなって分かってる場合は、そこは出ないよって、事前に言ってくるんです、ここで。だけど今回何も言ってないんですよ。で、今世の中で何に期待されてますか？ところで私のピント合ってるこれ。いや、たまにピントが合ってないとピントが合わないまま進むことになるから。何この絵？むしろ俺のピントはボケてた方がいい。何の話してたっけ？今世の中では何が期待されてますか？新型 PS5 です。あるいは、プレイステーションの携帯ゲーム機です。この辺がすごく話題になってたんですよね。その辺を否定してきてないっていうことは、これここで発表あるぞと私はちょっと思っておりまして、でですよ、今回ステートオブプレイじゃなくて、プレイステーションショーケースなんですよね。でショーケースって目打つ時って結構でかいんですよ、でかいんですよ、でかいんですよ。皆さんには内緒にしておりますけど、私の男性の象徴も結構でかいんですよ。セクション、今ここで動画視聴するのをやめたらあれですよ、私のでかい宣言に悔しくなってやめたってことになりますよ。前回のプレイステーションショーケースは2021年なんですね。だからもう2年ですよ、2年間待たせやがって。じゃあ
そのステートオブプレイとショーケースの違いってどうなのっていうところもあって、前回のショーケースの時にどんなものが発表されたのかっていうのをちょっとラインナップ見てみましょう。このようになっております。はい、まあ今改めてこうやって見るとなんかそのヒットしたゲームタイトルは少ねえなっていうちょ、おいおい、やめろやめろ、これやめろ、これそれ結果論でしかないでしょ。それね、発表当時はすごいね、これで盛り上がってたわけですよね。いや、でもファーストパーティータイトルのゲームラインナップはものすごいですよね。そう、ここはちゃんとフィットもしてるし、まあまだ出てないゲームもありますけれどもね。ステートオブプレイとショーケースの違い、大きな違いっていうのは、ファーストパーティータイトルの弾をしっかりと確保してきているっていうところ。まあ前回ウルヴァリンとかスパイダーマン2見せてきたのは、ちょっと強引だったような気はするけどね。まあまだ早いけれども、ラインナップそんなにないからとりあえず出していこうかみたいな感じはあるかもしれないけれども。で、今回ね、2年待たせてのショーケースだから、そりゃファーストパーティータイトル相当力入れてきてますよ。っていうところは、ね、なんとなく想像つきますよね。いや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 、いや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 、先にも一番最初にも申し上げた通り、今回ゲームソフトだけじゃない可能性が非常に高いんですよね。というわけでですね、今回のプレイステーションショーケースで発表されるとおぼわしき、おぼわしき者たち、ちょっとお話ししていきたいと思います。これちゃんと事前に噂とかいろんな情報が出回っているものをピックアップしてます。想像だけの適当なラインナップではございません。まずはデバイスから。せや。以前より言われておりました新型 PS5、 ここで発表される可能性もあるんじゃないかという意見もありますし、ここでは発表されないかもっていう両方の意見があるようです。ただし新型の PS5 に関してはどこかのタイミングで、今年のどこかのタイミングで、まあ、発表あるものと思っていただいてもいいんじゃないかなっていうぐらいには今情報になってますね。そして Q ライトと呼ばれるもの、これがプレイステーションの携帯ゲーム機ですね。リモートプレイ用の携帯ゲーム機なので、その普通の携帯ゲーム PS ビータとか PSP みたいなものとはそれとはまた別なんですけれども、これが開発中で、発表されるタイミングなんじゃないかと言われております。そしてそれに合わせてさらにですね、プロジェクトノーマット、こちらがワイヤレスイヤホンとなっておりますね。そしてプロジェクトボイジャーと呼ばれるもの、これが新しいヘッドセットなんだそうです。ソニーインゾーンの H7 と同じような性能機能を持った、ヘッドセットになるそうです。だったらインゾーン H7 でいいんじゃないかっていうふうに思うんですけど、何か明確な違いがどこかにあるんでしょうね。そしてプロジェクトレオナルド、これはアクセシビリティコントローラーになるようです。これらのものが発表される可能性があると言われております。ちょっと待て待て待てとそんなもん一気に発表したら大変なことになるよねって思いますよね。皆さん思いますよね。だからこんなことありえるはずがないって思っちゃうかもしれないんですけど、どうやらですね、 PS5 は次のフェーズに移行するような、そんなようならしいんです。で、このプレイステーションショーケースの発表はその次のフェーズ、まあ、第2フェーズとか言ってたかな、プレイステーション5の第2フェーズを位置づける、決定的づけるようなものになるであろうっていうふうにだいぶ前から言われてたんですよ。なので、まあ、こういったものが合わせて発表されるだろうと言われておりますね。せや。さあ、デバイスの話ばっかりしててもしょうがないんで、発表されそうなゲームの話いこうか。戻ってきちゃった。まずはファーストパーティータイトルのゲームから。確実に来るでしょう、スパイダーマン2、まあ、これはもう間違いなく来ますね。秋に発売と言われておりますから、ここしかないんですよ、もう発表のタイミングが。ゲームプレイ映像を見せてくれる可能性が非常に高いかなと思います。そしてね、ウルヴァリンの続報はまあなくはないかなとは思うんだけれども、ちょっと遠すぎるので。ウルヴァリンはね、もう来年以降のゲームとなっておりますので、確か2024年発売予定っていう形のゲームなので、まあ、ちょっと見せてくる可能性は低いかなと思います。スパイダーマン2だってここまで見せてこなかったので、いや待てよ、でもウルヴァリンは、まあ、完全に新しい、どんなゲームかもみんな分かってないから、一旦こんな感じのゲームだよっていうのを見せてくる可能性はあるかもしれませんね。そしてですね、ファーストパーティータイトルで現在開発が確定しているものといえば、ホライゾンのマルチプレイ、そしてラストオブアスのマルチプレイ、このあたりが挙げられます。ただしラストオブアスに関しては今年の末ぐらいに情報を出すっていうふうに、言っていたので、まあ、言っていたっていうのは私に直接プルルって電話かかってきて、あ、もしもしソニーだけど、ラストアスなんだけどって私にね電話が来た
わけではなくてわけではなくて、まあ、そういう話があったんですけれども、なのでラスラスのマルチはちょっと来る可能性低いかなと思います。でホライゾンのマルチとかもどこまで進捗あるのかっていうところが、うん、ちょっと気になるところでありますよね。これ何度もお話ししてるんだけれども、SIE は、ライブサービス型のゲームに今すごい何年か前からずっと力を入れて作っていて、ただねまだそれらしいものがドンと発売されてないんですよ。デストラクションオールスターズは一旦置いといてライブサービスがね力入れてるわけで一体いつ出てくるんですかっていう話にいやなってきてて、まあでもそろそろなんかね発表してこないとあれですよねっていう状況にはなってるかと思います。まあというようなところが、まあ、開発が確定しているものたちっていうところです。でファーストパーティータイトルで他に、期待できる可能性のあるもの、まずはサッカーパンチプロダクションの新しい作品ゴースト・オブ・ツシマ2を皆さん期待するかもしれませんね。封建時代のゲーム作品を作っていることは確かなので、おそらく続編あるいは関連性のある作品を作っている可能性は非常に高いかと思われます。そしてレンドスタジオの新しい作品、ここが何作ってるのかちょっと分かんないんですよね。デイズゴーン作ってたところなんですが、ただデイズゴーンの続編はちょっと作られていないっぽいんですよ。なので、まあ、全く別の何かを作っている可能性があるかと思われます。さて、ファーストパーティータイトルの話はまあこの辺にして、ソフトウェアメーカーのタイトルに関してはどうなってくるかっていうところなんですが、一つはファイナルファンタジー16、これはほぼ確定と言ってもいいでしょう。何が確定かって体験版ですね。体験版の発表、体験版はもう出したいって言ってて、でもうこのタイミングで発表しなかったらもう発表するタイミングこれないので、体験版に関しては下手したらこのタイミングから体験版遊べる可能性もあるかもしれませんし、まあ、後日用意されてる体験版の日程を発表するかもしれませんし、そのどちらかだと思います。そして冒頭にも申し上げた通り、体験版の発表で盛り上がったところ画面が割れます。パリーンって割れてクラウドピャイーン出てきます。ありがとうございました。ファイナルファンタジー7リバース今年の冬発売、現段階で何の情報も出ておりません。まあスクエニにしてはすごい頑張ったなと思います。だってスクエニってね、こまめに情報出しがちじゃないですか、たとえ発売が4年先であろうとも。だけどここまでずっと情報を出さずにこらえにこらえたのは頑張った方なんじゃないかなと思います。今回のショーケースってファイナルファンタジーのショーケースだったねって思わせるぐらいのもの出してくる可能性あると思うよ。なので、セブンリバース来ます。何来なかったらどうするのかって、いや来なかったらおしこたまスクエニを攻める、あじゃなくて、いやすいませんでした、謝ると思いますけど、平謝りです、平謝り、まあ、謝罪する羽目になるかどうかっていうのは25日、まあよくわかるかと思いますが、なんで謝罪の伏線張るわけ俺、出発。ソフトウェアメーカーのタイトルとしては他にプラグマタの可能性もあるかと思われます。カプコンのね、新しい新規 IP のゲームなんですけれども、一応今年発売予定となっておりますが、まだ音沙汰がないゲームなんですよね。そして UBI ソフトのアバターの新作、ちょっと情報を出してくるかもしれませんね。これも今年発売の予定となっておりますから。いやでも UBI ソフトの今年発売予定のゲームといえばアサシンクリードとかもありますよね。しかしながら UBI ソフトは6月に UBI ソフトフォワードっていう独自の発信をやるので、まあ、そっちでまとめて発表しちゃうかもしれませんし、まあでもやっぱりその注目度の高いプレイステーションのショーケースで出したいって思うかもしれません。可能性は両方あるかと。そしてですね、テイク2のなんかゲームが出る気がします。テイク2のゲームが。なんでそんなこと言ってるかというとね、ちょっとさっきね、海外のね、記事でね、そのテイク2の決算の話みたいなのがあって、その中でね、なんかね、来年ね、ちょっと大きいゲーム出しますみたいなこと言ってたっぽいんですよね。これごめんなさい、この辺の情報すげえふわふわしてるんで、ちょっとあまり気にしないでほしいんだけど、気にしたい話を入れるなよって思うかもしれませんけど、みたいなことがね、さっきね、情報だったんだよな。ちょっと今しがたさっき本当にちらりと目にした情報なんで、情報の精査がまだできてないんですけども、そんなようなことをちょっと目にしちゃったので、でもそろそろね、なんかあるかなって来年あたりグラセフ新作あるかなってちょっと思い始めてはいます。
でね、プレイステーションのね、告知の中にはインディータイトルの、ゲームもあるよと言ってましたけれども、リトルデビルインサイド、これはもうかなり待たせてますよね。 PS5 発表当時から、このゲームはありましたけれども、まだ発売されておりませんので、まあおそらく、発売するまで面倒見ると思うんです、 SIE が。なので、まあ、間もなく完成なのであれば、おそらくこの辺が出てくるかなっていう気はしております。さあ、そしてですね、ここから結構気になるポイントなんですけれども、噂として話に出てきていたものたちっていうのもありまして、まあ、最近動画でもお話ししましたけど、メタルギアソリッド3のリメイクが来るのではないかと言われております。しかも一斉にいろんなメディアが取り上げていたので、可能性高そうなんだよねこれね。いや正直こんなもん来たら確かに大変なことになりますよね。コナミ何やってんだよコナミ、ソシャゲ訴えてる場合じゃねえんじゃねえかその話も今度動画にしたくて動画の準備してたの、その話も動画準備してたんだけど、そしたら急にプレイステーションショーケースだっつうからさ、まあ、そんなわけでね、メトリアスリッド3のリメイク来るのか来ないのか、ここ気になるところですよね。それだけではございません、ブラッドボーンの PC 版のリマスターが来る可能性があると、いうふうに言われております。ただブラッドボーンのこの話に関しては私は信憑性薄かなと思っております。そしてね、まあ、これ俺たちに関係ないけど、モータルコンバットの新作確実に日本で発売しない格ゲーです。でなんでその作品は日本で出ないのかって、いやそれダメでしょ、そりゃ頭蓋骨とかさ抜き出したりさ、背骨抜き出したりとかさ、顔真っ二つとかにしたらさ、日本では発売できないでしょ。まあ、今作はどんなフェイタリティが待っているんでしょうかとか言ったって誰にも通じないんだから、まあ、みたいなところが、まあ、出てくる可能性のあるものたちなんじゃないかなというふうに思っております。でそれと同時に出てきてほしいなって思う期待しているものたちもほとんどこの中に内包されてます。本当にありがとうございました。でね、まあ、期待したところでこれは発表ないだろうなっていうものとかも中にはあったりします。例えばドラクエの新作とか、ドラクエ12かな、ドラクエは、世界的な発表会ではやりません。海外の方ではドラクエはちょっと知名度的にちょっと弱すぎるかなっていう気がするので、まあ弱いとは言わないけども、他のタイトルに比べてちょっと、あれですよね。まあスクエニのラインナップ的にも今じゃないな。あと、キンハ、キングダムハッツに関しては、セブンリバース終わってからだと思われますよ。順番子。野村さんが分身できるんだったら話は別かもしれませんけど。あと、モンスターハンターのプレイステーション展開。新作ね、ライズの移植とかではなくて。っていうところも、これ順番で考えるとカプコンはまずプラグマタだと思います。エグゾプライマルプラグマタを今年ギャッとね、新規 IP でずっと固めて反応見てくると思いますから、その後だと思います。2024年以降。逆に言うと来年の楽しみもまだまだあるっていう、そういうところですよ。皆さんはどんなゲームタイトルを期待しておりますか？ぜひコメント欄に書き込んでいただけると、まあ、ね。なんだろう、こんなことうやうやさ、発表前に話しても意味ないじゃんって思うかもしれませんけど、この発表前にこうやってみんなで何来るんだろうって予想したりさ、話してるときが一番楽しくね一番楽しくね。それが楽しめるのは25日のまで間だけです。ぜひ皆さんもこのね、お話に参加していただけるととっても嬉しいです。というわけで、じゃあ今日の動画はこの辺にして終わりましょうか。ね。あ、ごめんなさい。じゃあ最後に、ファイナルファンタジー7リバースがどんな風に、発表されるのかって、もう一度ちょっと表現しますね。ファイナルファンタジー6 体験版、でーん、パリーン、クラウドパリーン、でてててて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 、あ、以上です。